皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、 台湾有事と朝鮮半島有事、この二つの有事が連動して11月にも勃発するのであと、そうなると日本は戦後最大の安全保障危機になります。非常に緊迫した情報が流れてきましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、それではこちら、ザクザクの記事です。今回はですね、毎回紹介させていただいておりますが、ジャーナリストの加賀光栄氏の記事ということになります。 毎回ですね、スクープ最前線という記事を書かれています。それでは今回は、 台湾朝鮮半島伝道有事11月勃発か、米、金正恩の残首作戦決意、中国、台湾攻撃シフト完成、日本に戦後最大の安全保障危機と、もういろんな情報が入ってますよね。まずは、11月に台湾と朝鮮半島有事が起こると、そしてその朝鮮半島は、アメリカが金正恩の残首作戦を行うと、それと同時に、 中国が台湾を攻撃するとそんなことが起こったら日本はもう 北朝鮮と中国に対峙しないといけなくなると、そうなると戦後最大の安全保障危機ですよね。そして私は日々おシントでいろんな情報を得てますが、そのシグナルは至るところから出てきてます。さらにそれに加えて、この加賀市は関係者からの一時情報を得てるので、非常に参考になります。なので記事が出ないかどうか毎日チェックしてまして、11月1日の6時半に記事が出ました。それでは記事を見てみましょう。 見ましょう中国による軍事的覇権拡大や北朝鮮の核ミサイル開発など我が国を取り巻く安全保障環境が極度に悪化している。 岸田海雄政権は国家安全保障戦略など安保関連三文書の改定と防衛力の抜本的強化を加速させている。そして先週明らかになった米国製の長距離巡航ミサイル、トマホークの購入の動きは、その一環と言えるが間に合わない可能性が出てきた。ちなみにこのトマホークにつきましては、私のこちらの動画で詳しく説明してますので、説明欄にリンクを貼っておきます。 まだご視聴いただいてない方はぜひご視聴されてみてください。そして米政府や米軍は台湾有事と朝鮮半島有事が連動して早期勃発することを厳重警戒していると。そして米韓両軍は31日、軍用機約240機を投入する合同訓練、ビジラントストームを始めたと。ちなみに、こちらロイターの記事です。米韓空軍。 大規模共同訓練を開始、F35 など約240機参加と、本当に合ってますね。こちらですね、空軍による大規模な共同訓練、ビジラントストームを開始したと。そして、米空軍が先週発表した声明によると、11月4日までの予定で約240機の戦闘機が参加すると、作戦の出撃回数は約1600回で過去最大規模になるというと、 過去最大規模の演習を今やってますと。これがですね、シグナルということになります。そこでジャーナリストの加賀光栄氏心よる最新リポートです。まずはですね、外事警察関係者の話です。日米韓の情報当局が限界体制に入ったと。それは何かというと、朝鮮半島有事と台湾日本有事が近く勃発するという緊急情報があると。そして X デーは11月から 来年1月にかけてとすでにこの情報は私の動画で何回も言ってますよねやっぱり同じですよねそして悪夢だと日本にとって戦後最大の安全保障危機だとそうなりますよねそして北朝鮮は28日東部のトンチョン付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発を発射したとそして飛行距離は約 230km 日本の EEZ 外に落下したと北朝鮮による弾道ミサイル ミサイル発射は今月14日以来で今年に入って25回目となります今年は非常にたくさん撃ってますよねそこで日本外務省の船越アジア太平洋局長は28日米国の孫金北朝鮮担当特別代表と 韓国外務省の金ゴン、朝鮮半島平和交渉本部長とそれぞれ電話で協議したと。そこで、地域の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であり、国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦だという認識を共有したと。そういう電話協議が日米間の間でありました。そこで外務省関係者は、中朝は連動している。北朝鮮は中国共産党第20回党大会の間は、 ミサイル発射などの挑発を止めていた習近平総書記が異例の3期目に入って独裁体制を確立し党大会閉幕を見届けて暴走を再開したと語ったとやっぱり通じているということになりますよね非常にわかりやすいですよねそして防衛省関係者は米韓情報当局は北朝鮮は7回目の核実験を米国の中間選挙11月8日と 公開票ですその前に。 強行するという情報を入手していると。11月8日の前に北朝鮮は7回目の核実験。それを強行する情報を米韓の情報当局が入手していると。なので今、それを阻止するためにこの大規模共同訓練をやっているんですよね。そしてさらに、韓国の国境近くの島への砲撃、そして韓国軍艦艇への攻撃など、電撃的な軍事行動に踏み切り、 第2次朝鮮戦争危機まで拡散していると、そういう情報があるそうです。なので、米韓両軍は臨戦態勢に入っていると、今ですね、7回目の核実験だけではなく、北朝鮮が韓国へ攻撃しようとしていると、すごい状況ですよね。まさかの韓国への攻撃ですよ。さらに問題は中国だと、ブリンケン米国務長官は26日、米ブルームバーグのインタビューで、中国政府 政府は、現状を受け入れられなくなった。中国は台湾統一を加速させると決定した。 武力行使もあるとの異例の警告を発したと。ちなみにブリンケン国務長官はロシアがウクライナに攻める前にロシアは軍事侵攻する可能性があると。そう言いましたよね。しかしその時点ではウクライナ自体もそれを信じてなかったと。なのでブリンケン氏が言うと非常に信憑性があるんですよ。そして私の動画でも以前紹介しましたが時期が早まる可能性があると。その時期とは11月から1月ぐらいと。その の話も動画で紹介しました。さらに、米海軍のマイケル・ギリディ作戦部長は19日、米シンクタンクのイベントで、中国の台湾侵略は、これまで想定された2027年ではなく、22年あるいは23年の可能性があると最新分析を明かしました。この情報についても以前紹介してます。そして、米海軍の高官が発言するのは、非常に信憑性があるんですよ。軍人というのは 一番リアリストなんですよね希望的観測を語るようなことは一切しないんですよなので22年あるいは23年というのは非常に信憑性があります根拠があるから言ってるんですよリアリストですから根拠がなかったら言えない話ですそれが軍人なんですよさらに元在沖縄米海兵隊政策外交部次長で政治学者のロバートエルドリッチも最近中国による台湾有事は早 ければ11月から来年1月の間に起きる可能性があると同じ警告を発してます。 さらにその根拠について、1、日米対3カ国が台湾防衛準備を始めた。そして中国は今のうちなら軍事的有利と判断すると。そうですよね。日本は軍備が整ってないですからね。今のうちなら有利ですよね。そして2つ目、バイデン大統領率いる民主党は中間選挙で大敗しそうだ。米政府は大混乱に陥って動けなくなると。その2つの理由を挙げられてます。非常に 説得力がありますよね大統領選が起きた時もアメリカは非常に大混乱になってましたよね。そして中間選挙でも民主党が大敗すると同じように大混乱に陥る可能性はありますよね。それをですね、アメリカ人のエルドリッチが語ると非常に信憑性がありますよね。こうした中、バイデン政権は27日、各戦略指針、各体制の見直し、NPR を公表し、中国とロシア や2つの核大国に対峙する姿勢を明確にしたと。ただ北朝鮮に対しては米国や同盟国に核攻撃をすれば北朝鮮政権を崩壊すると。そして金正恩政権が核兵器を使って生き残るシナリオはないとわざわざ突起をしたそうです。ちょっと気になるのが米国や同盟国に核攻撃をすればとわざわざ書いてあるのが気になりますよね。つまり その準備があることを示しているということになります。そしてそれをやったら、キム・ジョンお前はもう死ぬしかないぞと。そしてここから、 日米情報当局関係者から入手した驚愕情報です。米国は、ジョンウン氏が戦術核を搭載した短距離弾道ミサイルで、韓国を攻撃する最終プランを持っていると、そういった情報を入手しているそうです。なんと、韓国に対して核攻撃をすると、まさかの韓国でした。いや、まさかでもないんですけどね。 今でも北朝鮮と韓国は戦時中ですので、おかしくはありませんが、北朝鮮が核を撃つとすると、いつもアメリカアメリカと言ってましたから、まさかの韓国ですよ。そして戦略核ではなく戦術核、大陸間弾道弾を使って相手の国を狙う戦略核ではなく戦術核、小さめの核爆弾となりますが、小さいと言っても広島型の10倍はあると言われてます。それを韓国で 使用する最終プランを持っているとしかし米国は北朝鮮の暴走は絶対に 許さない先ほどありましたね。同盟国を狙ったら、キム・ジョンウンの命はないぞと。そこで、ジョン,ン氏が核ボタンを押す前に斬首作戦を行う決意だと。朝鮮半島周辺には、核搭載型の原子力潜水艦が極秘配備されたと。すでに配備済みということになります。そして中国。中国軍は週一波が実験を独占した。 台湾攻撃シフトが完成したと、その中で要注意人物は、軍の最高指揮機関。 中央軍事委員会副主席に抜擢された海英投氏、台湾方面を管轄する東部戦区の前司令官だと、ちなみにこちらが海英投氏です。そして朝日新聞、台湾に精通する海英投氏を副主席に起用と、もう台湾シフトということになります。そして戻りまして、この海英投氏は、ペロシ米下院議長が8月に包帯した後、中国軍は台湾風鎖のシナリオに沿った大規模軍事演習を展開して、 そして弾道ミサイル11発を発射うち5発を日本の EEZ-9 に打ち込み日本も同活したとその日本にもミサイルを撃ち込んだ この演習の立案者が先ほどのカエ投資ということになります。この人が日本にミサイルを撃ち込むシナリオを書いたと、そして日本の e z に打ち込まない案もあったそうですが、習近平は日本に打ち込む案を選んだと、そういうふうに言われてます。なので、日中友好などありえないんですよ。今、新中派の議員、そして各都道府県の首長、日中国交正常化50周年の記念行事ではしゃいでますが、ミサイルを打 打ち込んだ国に対して一体何やってるんだと言いたいですよね日中友好などありえないんですよ日本侵略しかこの人たちは考えてませんそして戻りまして下市が党大会後終始に台湾侵攻を結構進言したという情報があると 北朝鮮の核実験強行が中朝暴走の引き金になりますよと、この男なら進言しそうですよね。日本にミサイルを撃ち込むことを進言したと。そしてさらに党大会も終わりましたから、次は台湾侵攻ですよと言ってもおかしくないですよね。そしてその引き金は、北朝鮮の核実験、11月8日のアメリカの中間選挙の前までにあると、それが引き金になりますよと、もうあとわずかです 皆さん覚悟しておいてくださいね。そして備蓄も用意しておいてくださいね。しかしどうなるかはわかりませんよ。こちらの情報の通り行くとは限りません。 あくまでも可能性があるという情報です。その情報が頭の隅にあれば、いざという時に慌てずに済むということになります。そして全く情報を知らなかった人は、慌てふためくということになるので、この動画をご覧いただいた方は、その人たちと比べると少し余裕が出ると、その余裕を持って次の行動に移せるようにしてください。そして、朝鮮半島有事と台湾有事、日本有事が連動すれば、ウクライナ侵攻で苦境にある ロシアのプーチン大統領が生き残りのためカクテルに走る危険があると忘れてましたがロシアもいましたね日本はそんな国に囲まれて本当に大変ですよね人事みたいに言ってしまいますが人事じゃないとやっていけませんよねそして日本にとっても国家存亡の時だ戦後最大の危機が目の前に迫っている岸田文雄首相は大丈夫なのかいや大丈夫じゃないですよね野党はこの危機的状況が わかっているのかいや、全然わかってませんよね。今力を入れてるのは、まだ統一協会問題やってますよね。むしろですね、この危機的状況をわかっていて、それを国民の目をそらすために、わざと国会で統一協会問題やっているのではと思ってしまいますよね。それぐらいピント外れなことをやってますよ。そして最新の世論調査でも支持率落ちてましたね。一体、野党は何やってるんでしょうかね。 しかし中には国会中継見てますと非常に素晴らしいことを言っている人もいるんですよ。本当にわずかなんですけどね。それについてはまた国会中継に字幕を入れて、そして解説も行う動画を出しますので、それについてはまた楽しみにしておいてください。なので目を覚ませと何度でも言う。このままでは日本が本当に潰れてしまうと、本当にその通りですよね。国会議員は今、 国会で何やってるんだと。戦後最大の危機が目の前に迫っているのに、国会で何やってるんだと。しかし本当にですね、金正恩の残首作戦や台湾有事が起こったら、国会はどうするんでしょうね。それについてもちょっと興味があります。その時野党はどうするんでしょうか。まさか立憲は、それでも統一協会やるんでしょうか。本当に呆れますよね。ということで、非常に信憑性のある情報が出てきました。 しかし、これが本当に起きるかどうかはわかりませんので、いつも情報を得るときは、脊髄反射するのではなく、治療深く考えて、 そして自分なりにも調べてみると、それが大事なんですよね。最近沖縄の米軍の空軍が撤退するというニュースがありましたが、それも撤退するとは言ってないんですよね。なので、脊髄反射が一番危険になりますので、よく考えて情報の一つだと思って、そして自分なりに調べてみるようにしてください。私の動画はソースを明確にして皆様にお伝えしてますので、 それでも全部信じる必要はありませんので、情報の一つとして捉えていただけると嬉しいです。ということで、 またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。